今宵は本当に楽しい集まりであった。いやいかにもいかにも、また集うぞ。うん、そこの者たちは源氏の者か。お前たちは。わしらは平家の者じゃ。速やかに道を開け。源氏に勝ったおかげで京の都も随分住みやすくなった。平家でない者にとっては地獄よりも辛いだろうね。お経など神器臭い。今すぐやめて道を開け。おい坊主、わしらを平家と知ってる老人か。生意気なやつ、覚悟しろよ。キャーお前もしかしたら噂の弁慶か。だとしたらそうであったか。わしが用事を思い出したゆえにこれにて。では待て。主の目当てはこれじゃの。これで998、999本。命より大事な刀を差し出す奴らが今日の町を治めているとは、つくづく情けない世の中よの。なんだ、刀、を抜け、一千本記念にやっつけてやる。どこへ行く、己に逃げるか。どこだ。そこか。力任せに振り回してみても勝負には勝てない。問答無用。そこで待っておれ。ちょこまかと逃げおって。勝てないんだ。心だ。心？心とは。あなたの剣には心がこもっていない。だからどんなに振り回してみても相手を打つことはできない。心。どうした。五条の橋のことを思い出しておりました。あの頃義経殿は本当に可愛かった。